ただいまご紹介いただきました原田です。行政法を専攻しております。本日はオープンキャンパスということで多くの高校生にお越しいただいておりますがこの模擬授業では法学部でどんなことを勉強するのかあるいは法学部で勉強することが社会とどのような関係に立っているのかということを紹介したいと思います。本日の内容は全部で3つに分かれておりまして まず、法学部で勉強する内容のかなりの部分を占めている法学がどのような特色を持っているのかということを簡単に紹介します。次に法学と社会とがどのような関係に立っているのかを最近話題になった水、あるいは水道を具体例として説明してみたいと思います。さらに法学が社会で果たすべき役割について法学部で学ぶことによって得られる能力を 法を知る能力それから法を使うさらに法を作るという3つに分けて紹介したいと思いますこの模擬授業を通じて法学部で学ぶことが我々の生活と密接に結びついているということを紹介したいと思っておりますまず最初にその法学の特色ということなんですが皆さんはこれまでの学校教育の中で法律のことをどれぐらい学んできたかと いうことを振り返りますと、まあおそらく小学校六年生とか中学校三年生くらいの頃に日本国憲法の大まかな仕組みを勉強したりとか、あるいは高校の公民の時間ですね、現代社会とか政治経済とかである程度ですね勉強したという人がいると思います。たまたま私が参照した高校の公民の教科書で見てみますと、まあここに上がっていますように日本国憲法の基本原理とか。 「日本の政治機構」というような項目がありましてこれは京都大学では憲法第1部とか憲法第2部で勉強する内容と重なっていますし「現代社会と法」という項目では幅広く民事法刑事法法法刑行政法に関する基礎的な内容が紹介されていまし,たしかしそのページ数は全部で38ページしかなくて教科書全体でいうと2割ぐらいの量しかありません。 これに対して法学部ではその法学政治学を四年間もかけて勉強するということになっております。法学部では政治学も勉強することができまして、例えば京都大学法学部ではあのここに上がっているような科目が開講されております。また法学は中で大きく二つに分かれていて、歴史とか哲学とか社会学との接点にあたるような基礎法学と呼ばれるグループと。 具体的なですねルール、まあ、丈夫になっているようなルールを勉強する実定法学とに分かれておりますそれで私が所属しているというかあの勉強している行政法というあの科目はですね、まあ、ここにあるわけですけれども先ほどあの教務関係についてご説明いただいた橋本先生あるいはその前の学部長の山本慶三先生はこの民法という科目をご担当しておられます。 さてその実定法はさらにですね3つのグループに分かれていまして私がやっている行政法は憲法と同じグループで広報というところに含まれておりますこの広報というのは我々と国あるいは地方自治体ですね都道府県とか市町村との関係のような公共部門に関係するルールを勉強しておりますこれに対して民間つまり我々同士の関係を扱うのが民事法でありまして 民法とか商法とか民事訴訟法とかがここに含まれております、えー、最後にです、ね、あの刑事もののドラマとかでよく出てくる刑事法というのは刑罰あるいは犯罪に関するようなルールを扱っておりまして刑法あるいは刑事訴訟法といったものが含まれております、えー、しばしば六法というふうに言っていますけれども六法というのはこの中で憲法民法商法刑法刑事民事訴訟法刑事訴訟法の6つの方であります で司法試験の論文式ではさらに行政法も入っていますので、まあ、6法プラス行政法で基本法科目というふうに呼んでおります。さてその法学の考え方を非常に簡単に単純化して説明すると社会における複雑なあるいは多様な人間関係というものを権利と義務に分解して考えるというところに特徴がありましてしかも 権利や義務があるかないかで問題を解決する発想だというふうに言うことができます。例えばある人がパソコンを買おうという場合には、売り手と買い手の間に売買契約というものが成立しまして、この契約に基づいて代金を支払う義務とかパソコンを引き渡す義務というものが生じます。これは相手から見ると代金を受け取る権利、あるいはパソコンをもらう権利ということになります。 でこのような権利とか義務というのは、売り手と買い手の自由な意思の合致から生じていますけれども、それが裁判所に持ち込んででも強制的に実現できるのは、民法という法律があって、売買契約の仕組みがそこに書いてあるからです。このように、法学の世界では、法令の規定に従って、当事者の意思、あるいは一定の事実、例えばその交通事故とかですね、そういう事実が生じれば、 権利義務が生じるといいう考え方をとっていますそして、揉め事が起きた時には、誰にどんな権利あるいは義務があるのかということを判断して、解決に持ち込みます。また、紛争が起きないような予防の仕組みもその延長で考えています。人間というのは他の生命体とは比べ物にならないほどに社会的な分業を発達させていますので、社会において紛争、揉め事は必ず生じます。 法律家はこうした紛争を解決し、あるいは予防するということを職務にしていて、ですので社会の意思というふうに呼ばれることもあります。では次に、権利とか義務がある、あるいはないということは、どうやって判断するのかということです。法学の世界では、法的三段論法というような考え方を取ります。その出発点は、大前提、ルールです。 例えば、皆さんほとんど高校生だと思いますけれども、高校生は勉強しなければならないというルールがあるとします。で、次に出てくるのは、具体的な事例において問題となっている事実でありまして、これを小前提ということがあります。この場合、太郎は高校生であるという事実ですね。で、これを先ほどの上のルールに当てはめると、太郎は高校生だから勉強しなければいけないという、勉強する義務があることになります。 逆に事実としてですね花子は高校生ではないとすると、えー、さっきのルールからすれば花子は勉強しなくていい、まあ、つまり花子には勉強する義務がないということになるわけです。えー、その親とかです、ね、学校の先生は必ずしもこういう言い方をせずに勉強しなさいと単純に言うだけだと思いますがなぜ単純に勉強しなさいというふうに言わずにこういう回りくどい言い方をしているかといいますと。 誰にでも当てはまるルールとか基準を設定することで決定が公平あるいは平等に行われるということを目指しているからです。紛争を解決するということが大きな使命である方角では相手方をどうやって説得してその決定を受け入れてもらうかということがとても重要です。そこで一般的なルールを決めてそれに従って判断していますよということにすれば 紛争処理の結果を概ね予測することができますしそのルールを前提にして人々が行動を決めることができますこのような一般論と個別の事情という区別は法律の問題だけではなくて人を説得するときにも使える技術でもあろうかと思います さて、次にその方角と社会の関係をもう少し具体的に考えようということなんですが、ここで取り上げるのは水です。えー、今朝起きてからですね、ここに座るまでの間に、水に一回も触っていないという人はおそらくいないだろうと思います。えー、水というのは人、人間のみならず、生命にとっても不可欠な存在です。そして水というのは社会の様々な問題と関連していて、 これに関係すす。る法制度も数多く存在しています例えば我々の生活に一番馴染み深いと思われるのは上水道普通の水道ですねこれだと思いますけれどもこの上水道について言えばですね、うん、水道法という法律がここにありましてこの水道法という法律の中で え、公衆衛生や生活環境の向上を目的として、水道の安全性に関する基準とか、水道の供給義務というものを定めています。あるいは、今度は下水道ですね。使った後の下水道については、公衆衛生だけではなくて、河川とか海みたいな公共用水域の水質を守るという意味で、まあ、環境問題の色彩を強く持つようになります。さらに、工業用水ということになりますと、 えー、敷地からですね、大量の地下水を汲み上げると地盤沈下を起こすので、まあ、ある程度それを制限する仕組みがある他に、えー、自治体がですね、上水道と同じように工業用水道というものを運営しているケースもあります。まあ、ところが、人間が、えー、使っている水の中で一番多いのはこの農業用水でありまして、えー、人間が使っている水の7割は農業用水だと言われています。 えー、我が国では、えー、川河川を流れている水については民法上の所有権が成立しない、まあ、つまり誰のものでもないということになっていますで、えー、これを農業用水として使うためには、えー、この河川法という法律で許可を得てですね、えー、水利権というものを取らなければいけません ただ、明治時代以前から監修として使っていた、江戸時代から使っていたという水については、このような許可を取らなくても、観光水利権というもので水が使えることになっています。このような農業用水の方を見てみるとですね、資源としての水という要素が非常に強いことがわかります。そしてこの資源としての水というのは、国際的な文脈ではより強くなります。 21世紀は水の世紀だというふうに言われることがありますが農業活動が灌漑技術の発展で大きく広がった結果世界的に水不足が深刻化していてそれが国際的な紛争に発展すると武力衝突につながるというようなことも実際に起きています。 ところが日本ではですね、非常にラッキーなことに水に恵まれていて、水道の蛇口をひねればすぐに飲むことができる良質の水が手に入るということで、そのような生活のインフラが我々の豊かな社会をこれまで支えてきたということになるわけです。その上水道なんですが、しかしそれが街づくりを進めるための道具として使われることがあります。 次に紹介する2つの事件は、私が担当している行政法の授業では必ず説明される有名な最高裁判決なんですけど、1つは、紀伊長島町水道水源条例事件という事件でありまして、これは、あの、ある事業者が産業廃棄物の処理施設を作ろうと思って、三重県知事に対して許可の申請をしました。我が国では廃棄物処理場を作るときには、 廃棄物処理法という法律で許可を取らなければいけない。そして産業廃棄物についての許可の権限は全部都道府県知事が持っています。えー、つまり市町村にはですね、一切の権限がありません。えー、しかし市町村はですね、えー、ここではその紀伊長島町、現在の紀北町ですけれども、えー、自分たちの町に廃棄物処理場ができるのは困るということで、自分たちでルールを作った条例を作ったと。 ということで,すでこの条例の規定に基づいて、えー、町の大半を水、えー、水道水源保護地域に指定したとでこの保護地域の中で廃棄物処理場のような施設が立地することは基本的にできなくて、えー、まず協議というものをしたんですけれども、まあ、結局そのやっぱり設置してはいけないということで規制対象事業所の認定をしたと。 で、その後に知事から許可が出された。まあ、そうすると、廃棄物処理法の上では許可があるから事業できるんだけど、えー、町の水道水源保護条例では、えー、事業ができないということになっていて、えー、条例と法律とのバッティングがまあ生じているという、まあ、こういう状態になっています。でここでは要するに、廃棄物処理場を作りたくないので、水道というものを使ってですね、えー、廃棄物処理場を作らせないように今しようとしたということです。 最高裁はこの条例が今紹介したように事業者による処理場設置計画を知った町が後から作った後出しだということも考慮してこの条例の中で予定されている協議という手続きの中で事業者のことをちゃんと配慮しないといけないというようなことを言いましてその配慮が十分にされていなかったからということで町のこの規制対象事業場認定が違法であるという判断を示しています。 もう一つのケースが、締め町給水拒否事件という事件でありまして、えー、福岡市のベッドタウンである締め町という町がありまして、まあ、そこでは大規模な開発を抑制するために、20世帯以上の住宅を新規に作るときには、水道の給水契約を結ばないという扱いにしていました。しかし、ここにもがっている水道法15条という条文がありまして、まあ、この中で、 のの理由がなななければ給水契約の締結を拒否できいいいという,ふうになっていましたでマンションこれは420戸という非常に大規模なマンションなんですけれどもこのマンションを作った事業者が町に対して給水契約結んでくださいという申し込みをしたところ町の側がですね20戸以上だからということで拒否したという事件です。 この事件では結局、町づくりの観点からというかですね、人口を抑制しようという観点から、給水契約を結ばないというふうに判断したことが、水道法15条1項のこの正当の理由に当たるんだろうかということが問題となったわけです。このような事例は必ずしも福岡県四面町だけで起きているのではなくて、1970年代から80年代を中心に、 開発を抑制したい市町村はしばしば水をあげませんよというふうに脅して開発を諦めさせてきましたその一番下に書いてある「武蔵野マンション事件」というのがありますがこれも似たような事件で東京都の武蔵野市が同じようなことをやったという事件ですところで皆さんが持っている法学部に対する誤ったイメージの代表は法学部に行くと法律を丸暗記しなければいけないというものです で、この考え方の前提にあるのは、法学というのは、すでに存在する法律を当てはめて、問題を解決していくものなんだという先入観だと思います。確かに、水道法という法律に、こういうルールがですね、ある。まあ、これは確かにあるんですけれども、しかし、ここで、正当の理由というのは何なのかということは、いくら条文を探しても書いてありません。法学部で勉強する重要な内容の一つは、 意意味味がはっきりしないいい言葉のをを明確にすする解釈とととうう作業ここれを学ぶということです最高裁はこの事件でどう言ったのかといいますと何がその正当の理由にあたるかということについて水道法の目的は豊富で低廉な水を供給することで公衆衛生生活環境を向上させるものなんだというふうに考えると。 町づくりのために水道を使うというのはできませんという前提に立ちつつも、水が限られた資源であるということから、努力しても水が足りなくなるような恐れがある場合には、給水を拒否する政党の理由に当たるんだというふうに言いました。そして、この事件では、し、えー、め町の人口密度が非常に高くて、また固有の水源が十分ではないと。 という事実を重視して、この町は将来水が足りなくなる恐れがあるというふうに評価しました。それで最高裁は、町が給水を拒否したことは、水道法15条1項に政党の理由に当たるのだとして、これは適法なんだというふうに結論づけました。これが先ほどあの、高校生は勉強しなければならないというふうに言った法的産卵論法と同じ形をしているということに気づくでしょうか。 このような形で、えー、結論を示すというやり方は単に給水の拒否が適法だという結論を示すだけに比べてはるかに説得力が高いということです。その理由は同じような事件が起きた時にこの判断と同じような結論が出されるということがこの最初のルールのところでわかるので自分だけ特に不利な扱いを受けたわけじゃないということが確認できるからです。 もちろん自分の要求が認められないということについては原告側に不満が残ることは間違いないと思いますけれどもしかし紛争を解決するためにはたとえ要求が認められなくてもやむを得ないと思わせるだけの説得力のある根拠を示すということが必要でそのような根拠の示し方のテクニックみたいなものを法学部では勉強しているということです。 ところで今紹介した締め町の事件は町の人口が増え続けるので困るということだったんですがこの先の日本社会はむしろ逆方向つまり人が減って困るということに対処しなければいけません皆さんが将来ですね活躍するような頃になるとますますそういう状況が強まってくると言われています 水道法では原則として市町村が水道事業を行うということになっていて、さっきの水道法15条の規定で、よほどの理由がない限り住民側が給水契約を結んでくださいと言えば、市町村は給水を行わなければいけません。しかし今何が起きているかと言いますと、水道の給水管をはじめとする設備が老朽化してきていて、 取り替えが必要となる設置から40年を超えた設備が15%を超えていますで。この取り替えの費用が今後10年で1兆円くらいの規模になると言われています、えー。他方でですね、これまで比較的割高の水道料金を払ってきた大口の利用者、例えばビールとか病院とか学校とかですね、まあ、そういう人たちが自前で井戸を掘る、えー、などをしてですね、専用の水道を作って 市町村からの水の供給量を減らす傾向にあります。こうなると、これから生じるであろう配管の取り替え費用に伴う水道料金の上昇は、もっぱら普通の利用者、一般住民に及ぶという可能性があります。水道料金を引き上げようというにも、市町村は財政赤字ですので、税金を投入して水道料金を引き上げるということも、えー、引き下げるということも難しいですし、 水道に携わる職員が高齢化してきていて、財政赤字の影響で職員の新規採用が抑えられているので、市町村の水道を補修する技術はどんどん低下しているというふうに言われています。このままでは日本の水道、あの蛇口をひねったら安全な水が出るというようなことは守られなくなるかもしれないというふうに言われているわけです。 そこでどういう解決策が考えられているかというと一つは水道の広域化です現在あの水道普通あの市町村が単独でやっているんですけれども都道府県全体で水道の事業を一元化するとか複数の市町村で集まって県域というものを作ってそれが水道事業の受け皿になるというようなことが提案されていて現にそういうふうに動いている地域もあります。 もう一つが、えー、少し前ですけど、マスコミを賑わせたいわゆる水道民営化というものですえ。つまり民間の事業者に水道事業をやってもらおうということです。えー、マスコミで騒いでいたのは2018年の水道法改正ですけれども、え実はそれよりずっと前の2002年の段階から、水道法では民間事業者などの第三者に事業を委託するということを認めていました。 でこの2018年の改正のポイントは、えー、PFI 契約というものを導入したということです。この PFI 契約って何かというと、あの、説明は非常に難しいんですけど、簡単に言うと、普通の委託契約よりも、委託された事業者が自由に決められる範囲が広い契約だということです。えー、比喩的に言うと、普通の委託契約は、市町村の手足として、 民間事業者が働くんですけれども、PFI 契約では事業者は市町村とはある程度独立して事業を行います。独立という意味は、住民が料金を支払うのが市町村ではなくて民間事業者だということです。でそれはその単に料金を支払う相手が変わるというだけではなくて、料金の決定についても民間事業者の自由度がある程度認められるということになります。 そこでまず、複数の市町村が集まって権益を作りましょうという考え方から見てみます。現在の地方自治を担っている団体は、都道府県と市町村。これは皆さんも知っていると思いますけれども、この都道府県や市町村は、自分たちの考えに基づいて仕事をすることもあれば、国の法律によって事務をやらなければいけないということもあります。ところが、人口が減ることによって、 今後20年ほどの間に働く世代の生産年齢人口が減少し、また人口そのものも減るだろうと言われていて、地域によっては市町村が消滅するかもしれないと言われています。そこでこのような時代にあっても自治体が仕事をできるようにどうすればいいかということで最近議論されているのが権益と呼ばれるものです。 えー、これは人口が一定程度中心地に集まっていて、えー、そこにですね周辺の市町村から通勤通学者がある程度いる中心市というのが周りの市町村をまとめて検域というものを作ってその中で例えばまちづくりを一緒に行うとか公共交通機関を一緒に整備するというようなアイデアのことを言います。 水道も公共施設の一つなので、この検疫の中で水道施設の更新とか、水道料金の決定を行うという可能性があります。ただ、この考え方に対しては、えー、中心市がどうして周辺のお金がない市町村の面倒を見ないといけないのかということとか、逆に周辺の市町村は中心市の言いなりにならざるを得ないんじゃないかというような不安や批判が寄せられています。 今年の7月31日に地方制度調査会という国の審議会が中間報告を出したのですが、その中でもこの権益に関する具体的な案はまだ示されていなくて、今後の議論に委ねられています。次に民間事業者に水道事業を委託するという方の問題点を見てみます。水道法の改正の際にマスコミを通じて批判されていた点は、 民間の事業者がきちんと事業を実施しなくなったら水道が出てこなくなるんじゃないかとかですね。あるいは水道料金が一気に上がってしまうんじゃないかというようなことが中心でした。海外では一旦水道事業を民営化した後にまあそういった問題が生じてもう一回公営に戻すという最公営化がされている例があります。えー、と水道法とか PFI 法ではそういうことがにならないようにするために市町村が 民間の事業者に対して指示を行うとか、最終的に民間事業者に水道事業をやめてもらうというような仕組みが含まれていますけれども、それが期待通りに機能するかどうかは今後やってみないとわからないということですで。ここではそれと違う問題をもう一つ紹介したいと思います。民間事業者と今言ってますが、それは必ずしも国内の事業者とは限りません。 海外の事業者が直接契約を結ぶこともあるでしょうし、国内の事業者だとしてもそこに海外の企業が株主という形で関わることもあります。現在世界には水メジャーというふうに呼ばれる水に関する巨大企業がいくつか存在しています。でこの水メジャーが今回の水道法の改正を日本市場への参入の貴重な機会だというふうに考えていると言われています。 こうした国外の事業者が当事者に含まれると何が起きるかと言いますと、え紛争を解決する新しいルートが使われる可能性があるということです。え日本がその事業者の母国とお国際的な投資協定、あるいは経済連携協定という条約を結んでいるとすれば、えこの結ばれている条約に従って、えっ、ー、と、日本がですね、えー 事業者に対して行った規制措置が協定に違反しているかどうかを仲裁という仕組みで判断することができます。普通国内の事業者に対して国がですね、何か規制をしてそれが違法かどうか争われるという場合には国内の裁判所が使われます。そして国外の水メジャーも当然日本の国内の裁判所を使うことができます。 しかし、このような国際的な投資の場合には、途上国を中心に、裁判所と政治部門が密接に結びついていて、政治部門の判断を裁判所が覆せないということが多いので、2国家の投資協定の中で、国内の裁判所と違う紛争解決先として、仲裁という別のルートを認めていることが多いのです。 でこれは協定の当事者である日本と相手国がそれぞれ一人ずつを仲裁人として選んで、その二人がもう一人を選び、三人の仲裁人で紛争を解決するということがしばしば行われていて、この仲裁人は裁判官ではありません。また仲裁の場所も日本国内ではなくてアメリカとかですね、外国で行われるということです。 仮に、投資経営国、例えば日本の規制の内容が協定違反に当たりますというふうに仲裁で判断されると、それによって生じた損害を賠償せよというような判断がされることになります。過去にはかなり巨額の賠償金を払えというふうに言われたケースがありますし、えー、水メジャーが投資した相手国の政府、まあ、これ実はアルゼンチンなんですけど、 この相手国の政府が値上げの邪魔をしたということで水メジャーが投資協定仲裁を申し立てたケースもあります先ほどの水道法 PFI 法では民間委託による水質の悪化とか料金の著しい値上げに対して市町村が指示などの措置を予定していますと言ったんですが仮に水道事業を委託した先の事業者が 不適切な運営をしたために市町村が指示を出し、最終的には運営権を奪ったとした場合に、その事業者に海外の水メジャーが投資していた場合には、この投資協定仲裁が利用される可能性が出てきます。日本は現にかなり多くの国と投資協定を結んでいますけれども、ラッキーなことにというかですね、これまで日本政府が仲裁で他の国の企業から訴えられたことはありません。また逆に日本の企業が どこか別の国の措置について仲裁判断を求めたケースもごくわずかです。とはいえ、例えば TPP-11 にもこの投資協定仲裁が入っていますので、今後日本政府に対して投資協定仲裁が絶対に使われないという保証はありません。で、この事例で何が言いたいかというと、水道の蛇口は世界と繋がっていますということです。 法学部で勉強することは国内の話が中心で国際的なことはあまり学べないと思っている人がいるかもしれませんが決してそんなことはありません法学部でも国際法学では国と国との関係を扱いますし政治学でも国際政治学とか国際関係論のように国際化グローバル化の問題を扱う分野が存在していますまたあの私がやっている行政法みたいな国内法であっても今の例からわかるように 国内の問題とグローバルな問題というのはもはや切り離すことができないということになっています。ここ10年間に我が国で起きたことを振り返ると、世界のどこかで起きた経済的な大不況が日本の景気に悪影響を与えるとか、国外で出された有害物質が大気や水の循環によって日本まで影響するということがしばしば起きてきました。法学は社会における紛争の解決、あるいは紛争の予防を対象にすると言っていますが、 そこでいう社会というのは必ずしも日本社会だけではないグローバルな社会も視野に入っているということです。その意味では日本だけではなくてグローバルにも活躍したいと考えている人にとっても法学部での学習は重要だと思います。ではその法学を学ぶ意味、価値、言い換えると社会における法学の役割についてもう少し見てみたいと思います。 先ほど教務主任の橋本先生からも紹介がありましたように京都大学法学部の場合には例年卒業生の半分程度は民間企業に就職していて法科大学院等に進学して放送を目指すのは約2割公務員になるのが1割ぐらいだと言われていますそうすると法学部出身者の大半は放送つまり弁護士検察官裁判官以外の職に就くというわけですがそれにもかかわらず法学を勉強しているのは一体なぜかと。 いうことですこの点について興味深いのが、夕日角という方学系の出版社が出している方楽教室という雑誌の最新号である2019年8月号に掲載されています。これ最新号ですので、おそらく本屋さんにも並んでいると思いますので、関心がある人は見てみてください。この中では、仕事と方楽という特集がありまして、この表に掲げている11の職種で、 法学部の卒業生にインタビューして、現在の仕事の内容とか、法学部で勉強したことが仕事にどのように役立っているかということが書かれています。私個人のことだけ話してもですね、あの事例が一個しかありませんので、まあ、ここではこの特集記事の中で面白いと思った内容を抜き出して紹介しております。まず、法を知るということです。 確かに法学部出身者の大半は法律専門職である放送には進まない。民間企業とか公務員になるという人が普通なんですけれども、しかし先ほどの水のケースからもわかるように、社会の重要な仕組みは法でできています。ですので、将来どのような職種に就くとしても、あるいは日常生活においてさえ法を知っているということは大きな強みだと思います。 ここで上がっている3人のインタビューは、まあそういったことを指摘していると思います。次に法を使うということの重要性です。えー、皆さんのこれまでの人生の中で揉め事が一回もなかったという人はおそらくいないだろうと思います。それは人間が社会の中でしか生きられないという性格を持っているからです。複数の人間がいれば必ず紛争というものが起きます。様々な問題を解決するときに大きなツールとなるものが法であります。 またこの法学部で学ぶ法的な考え方というものです。もし皆さんの就職先が法律と直接な関わり合いを持っている場合、例えば企業の法務部とか地方自治体あるいは国の法務の担当であれば、もちろん法を使った紛争解決そのものが仕事になります。しかしそういう職場でなくても、まあ、そういう職場でない人の方が多数派なんですけれども、そういう職場でなくても法学部で学ぶ法的な考え方は 問題を発見し、解決するときの大きな手助けとなります。どのような組織でも、まずは自分の意見を持って、それを相手方に分かりやすく伝える、時には説得するという能力が必要です。また、説得する際には、相手方の考え方をただ跳ねつけるだけではダメで、自分とは異なる考え方を理解して、時には受け入れるということも必要です。こうした説得、あるいは討論という、 どのような組織でも日常的に行われている作業の際に法的な考え方がとても役立つと思います。それはおそらく法学が紛争解決のための技術、説得の技術というものを蓄積している学問分野であるからだと思われます。法学に唯一の正解なしというふうにしばしば言われます。 法学は自然科学とは違って唯一の真理唯一の正解を探求しているわけではありませんつまり正解はいくらでもあるということですがその中で実際にどの正解が選ばれるのかということについてはよりり説得力がありしかかかも多くの人に支持されるかどううというこ,とで決まりますこのように価値観が多様であるということあるいは合意形成が大事であるということが法学の考え方の中心にあるわけです。 また、えー、法律で定められている具体的なルールは時代とともに変わってきます。えー、おそらく皆さんが大学で勉強したことというのは将来仕事についてからはほとんど役に立たないと思います。しかし、その中心にある見方とか考え方というものは、法律の具体的なルールが変わってもなお生き続けますし、どのような職場でもそれが生かされるだろうというふうに思います。 最後に法を作るとということの重要性です法学には紛争解決と紛争予防という2つの役割がありますよということを先ほどら言っていますけれども例えば企業の間で交わす契約書というものは将来揉め事が生じないように責任を明確にするとともに揉め事が生じた場合の解決方法も書き込んでおくことで企業が長期的な友好関係を維持しようとすることを普通目指しています。 あるいは国の法律は社会の状況に合わせて変えていく必要がありますので、その際には今の法律の解釈でどこまでできるのかということを明らかにしなければいけません。あらゆるルールが法律の形ですでに決まっていて、それは動かせないというふうに思っていた人もいるかもしれませんが、実はそうではありません。法律の形でルールが決まっているのは、社会のルールの中のごく一部に過ぎません。 しかもその内容も社会の変化あるいは問題状況に合わせて一定の手続きを経て変えていかなければいけませんルールがすぐに変えられないんだったら解釈という形で個別の事例で対応を考えなければいけません法学部で勉強することというのは今ある法にただ当てはめてそれで解決するという単純な作業ではありませんむしろ問題状況に応じて法を発見するあるいは法を作り出すと いいうよううよなな非常にダイナミックな知的作業だということこですもちろんそのような知的作業をするためには法律に関するある程度の前提知識が頭に入っていなければいけませんので丸暗記が全くないとは言いませんが今ある方を丸暗記して必要に応じてそれを使っていくというようなことでは決してないということになります。 今日の話を聞いて、えー、法学に関心を持ってさらに調べてみたいと思った人は、えー、法学入門に関する本を読んでみることをお勧めします。えー、私も2冊ほど書いていますが、えー、上の方が法学一般に関するもので、下は行政法だけを対象にしています。えー、ただ、高校生のうちから法学をたくさん勉強してくださいねということを言うつもりは全くありません。 法学の学習では常識とか説得力が大変重要ですそして説得力を高めるためには相手方の立場に共感する力が必要でそのためには豊かな感受性を持っている必要があります個人ができる経験というのは量的にも質的にも限りがありますので他の人の体験や経験を例えば本とか映画とかですね音楽とかいったようなもので追体験するということも重要だと思います。 こうしたことは高校までの幅広い基礎的な勉強や社会における様々な体験あるいは経験から生み出されるものだと思います。法学は大人の学問だというふうにしばしば言われますが、まあ、それはこのようなバックグラウンドが法学の学習にとって必要不可欠だからなのだろうと思います。豊かな感受性と社会に対する幅広い問題関心を持って、 法学部に入学してくださることを期待して、京都大学法学部に入学してくださることを期待して、授業を終えたいと思います。ごご清聴ありがとうございました